いやみんな、シェイ君だよ。いいしてるかーい。はい、特定小型原付き、はい、3エンペラーの SS1、 なんかおかしいなってのがあるんで、ちょっとそれを検証してみようということで、なんか俺の SS1、うん、速度おかしくねーをやっていくでー。レッツゴー。このね、スピードメーターと出てるスピードが合ってるかどうかね、怪しいんだよね。で、シタイ君はこのスピードメーターがなんかね、おかしいんじゃないかなと思うんで、スマホでスピードを測ってみましょうということで、スマホホルダーありましたよ。これ取り付けていこう。はい、中身はこんな感じで。安いね。まあ一番安いやつね。まあここでつけるやつだね。こんな感じでバラバラになってるやつを、ここにつけるんだよね。まあベースこういう感じでつける。はい、ベースつけて。うん。で、ゴムが内蔵されてるから、このゴムを巻くと。え、短いのと、つけてください。太いのがあって、巻く。で、これで締めると。はい。オッケーかな。オッケー。あ、こんな感じで、ベースをつけたら、土台をつけましょう。はい。土台をつけるんだけど、取り付けて、はい、取り付けて。はい、取り付けた。で、これ縦に回転できるから。こんな感じ。うん、いいね。お。かっこいい音。こんな感じだね。うん、スマホを挟む。はい、挟んで。シャキーンと。ガッチリ。じゃあこれでスピードメーターアプリがあるんで、ね。ああ、なるほどね。スピードメーターアプリを起動したら、うん、まあこれで GPS で測れるってやつだね。そうそう、GPS で測れる。で、問題は歩行者モードね。うん、モード1。これ。これが遅いって言ってたね、シャイ君ね。モード1にした時に本当に6キロ出てるか。そうそう、6キロモードだからね。問題はね。うん、じゃあちょっと、ここ歩行者なの。はい。歩道なんだよ。歩道ね。さあ。うん、歩道なんで、これね、歩道ですよ。歩道は本当に右側走ってね。本当に遅いのよ、これ。歩道は右側走ってね。バランス取るのが難しいって言ってたけど、バランス取るのが難しいからね、今ね、フラフラしてる。ずっと。で、うん、こっちは4キロって出てんだよね。うんうん、4キロ出てるよ。両方とも4キロ。3キロ。こっちはね、4キロって出るのよ。うん。でも、本当かどうか分かんないんで、ちょっと、ちゃんとね、やってみるけど。スマホも4キロよ。ほら、4キロは出てんね、ちゃんとね。出てる出てる。ただ4キロって遅いんだよね。うん、ね、6キロだから、ね。4キロは遅いよね。6キロじゃないといけないんだけど、6キロ出てないんだよ。うん、それで下にこうハンドルがね、ブリブリしてるんだ。プルプル本当するよね。なんで下くんそんな不安定なのって思うでしょ。うん、自転車乗れないんじゃないかって。最高4キロしか出てないのよ。うん、GPS の速度計も、うん、こっちの速度計も、うん、こうフラフラするのなんでって思うでしょ。違う、出てないんだよ。6キロ前から危ないやつが来るよ。6キロ出して、うん、自転車の後ろから降りるって怖いよね。出ない。ほら、おー、来た来た。4キロ3キロでしょ。ほら、これはさすがにね、バランスも難しいに決まってるよ、うん、人も怖いよね。戻すよ。2にするよ、うん、で2にしてもちょっとおかしいんだよね。2、うん、通常モードね。通常走行20キロでにしても、うん、速度がね、そんな出てないんだよね、実は。ここ上り坂とかじゃないよね。フル加速いくよ。うん、平地だよ。もうここら辺でね、制御かかってんだよね、実は。18キロぐらいで制御かかってますね、じゃあ。そう、18キロで制御かかっちゃってる。あららら、それはダメだね。こっちもそうだね。うん、2キロ損してる。なんかね、相対的に2キロ遅い気がするんだよね、そうだね、全体的に。確かにそう。これはね、フラフラしますよ、2キロ、3キロ。いや逆によくこの速度でバランス保ってるな、シタイ君っていうレベルだよ、これ、本当に。だから、フラフラするっていうのは、ママチャリがスイスイ、これ、シタイ君の個体差な、まあ、個体差っていうか、うん、ね、外れを引いたんじゃないかなと。いや、そんなことないね。まあ、しかも初期ロットだからね、これね、うん。これはね、メーカーの安全マージンがこうさしてるような気がする。うん、それだよ、それ。まあ、歩道をあんまり走ってほしくないっていう気持ちなのかな。うん、まあ、結構いいよね。で、6キロってどんなんって思うでしょ、うん、じゃあ、試しに、ね、この2のモードで6キロってどれぐらいか。なるほどね。っていくよ、ここで6キロ。6キロを体感すると。6キロね。うん、これ違反じゃないからね、これはね。走行モードは。5キロ。6キロ、これぐらい。うん。うん。全然違う。もう全然ね、体感速度が違う。スピードが違う。これぐらいだったらね、うん、多分誰でもまっすぐ走れる。そうね、フラフラしない。特にこの SS1 は安定する。7キロ出てる。まあいいんだよ、これ。ほらね。通常走行モードだから。これでこの状態で歩道を走っちゃいけないんだけどね、うん、点滅してない。あ、まあね、点滅してないね。はい、じゃあもう一回1するよ。はい、1するよ。1ね、歩行モード。これが歩行者モードなんだよ。あー、おっせーな。これ遅すぎるんですよ。これはやばい。分かってくれ、みんな。製品としてやばいな。シタイ君がふらつくって言った意味がわかるか。わかるわかる。これは
後日、うん、どうなるかね、修理するのか、ね、なんかあるのかわかんないけど、うん、まあやってみたいと思う。そうだね。お、禁断の設定モード。このプログラムね、プログラムプラスマイナス同時押しでプログラムが発動して、スピードを上げるにはどうしたいかというと、これが禁断なんだよね実は、うん、いろいろメーカーは推奨しません絶対、うん、これね、モーターが焼きつくとか壊れるとかそう言われるんで、これは本当下井くんが責任持ってやりますよ。7番、これがモーターの出力らしいんですよ。今64だよね。じゃこれを例えば最大マックスするとどうなるか、うん、255、これがマックスね。250、全然違うじゃん。マックスにするとどうなるか。ここから先は指導なんでね。そうそう、ここは指導、法的ルールはないということで、ちょっといくよ。指導でございます。今ね、ちゃんと点滅してるね。1でどれぐらい速度が出るか、こっちを見て。これ歩行者モードね。こっちね、うん、いくよ。1だからね。はい、もう音が違う。もう12キロ、12キロ出てる、13キロ出てる。危ない危ない危ない、うん、そうそうそう、ちゃんとね。ここね、人飛び出すからね。え、マックスでいくよ。いってらっしゃい。14キロ。はい、14キロ。うん、14キロだね。はい、14キロ出ちゃうんで、これ違反です。違法です、違法、はい、こっから先はもうダメだからね。違法車両。説明すると、歩行者モードで6キロ以上絶対出ちゃいけないんだよね。そうね。で、アクセルの加減で6キロ以上出たのを6キロにするっていうのもダメなんだよ、うんうん、そうね、ちゃんと文章で。要はアクセル全開で6キロ以上出ちゃいけないっていうのが特定小型原付、うん、なので今違反状態です、うん、これは本当やっちゃいけないんで。ただ20キロの方はそれは、ね、最大マックスにするとダメですね。だから7は基本いじっちゃいけないんだけど、うん、下井くんのは速度が遅いから、うん、ね、255はやりすぎで、64がベースなんで、うん、70ぐらいにしよっか、うん、70ね。はい、70ね。64から70でいくよ、うん、歩行者モード1ね、はい、ん、どうなの、70ね、今、うん、遅くね。70でも4キロ3キロ遅い、変わらんの。酔っ払い、変わらんすね、うん、うん、これじゃダメだね。酔っ払い運転として捕まる。7ね、7を80にする。はい、80で、はい、80どうかな。64から80。やっぱね、ガッとね、うん、なんか効いちゃうんだよね。モーターの制御は効いちゃって止まるんだよね。なるほどね、うん、プログラムでね。2キロ、4キロ、5キロ、5キロ、あ、5キロ出た。はい、これも6キロ出てないですね、うん、5キロまで出るね。じゃあもうちょっと上げようか、うん、100にしてみようか。100か、いくな。いくよ、100。100はいくんじゃない、結構。はい、何キロ出る。じゃあ反応が遅いよ、 GPS。 ちなみにスピードメーターは4のままだから、うん、3、あ、はい、6キロ出たね。あ、ボケた。7出ちゃうな。7出た、7出ちゃう。これ違反したね、今。まあ証拠はないけど、ね、7が出ちゃうね。証拠はないからね。6、7、モザイクで証拠消して、7が出ちゃうから、これはもうちょい下げようね、うん、95だね。証拠はないよ。はい、6キロ、はい、はい、6キロ出ました、6キロ。7キロにはなってないから、うん、あ、なった、一緒になった。ほら、6キロ、うん、OK、いいんじゃない。いいの、95ですね、完璧。95でいってるのね。うん、もう全く違うんです、スピードが。そうね、このスピードだったら、うん、まあ、歩行者モードでも、まあ、安全だよね。どっちみち遅いからね、まあ、安定してるってやつね。4キロと6キロね、変わらないと思うでしょ、うん、全然違うんだよ ね、 いや本当だね、安定感が。初期値に戻したら、はい、これが初期値。初期値に戻したら、ふにゃ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 とかフラフラ ね、 ね、こうふ、初期値に戻すとね、フラフラするのよ、うん、3.5 キロぐらいしか出ないかな。これがね、1、2キロの差なんだよね、うん、結局ね。問題発生、何、これダメですね。95にすると最高速度が27キロとかいっちゃう。あら、通常走行ね。今ねちょっと映せないんだけど、メーター映せないけど、通常走行、ね、大通り走りますよ。いやいや、やばいです。下り坂で出てる、7キロ、11キロ、うん、下り坂では出るんだよ。16、うん、はい、もう23キロ、証拠隠滅、24キロいった。24キロで証拠隠滅、もうこの時点で違反ですね、うん、証拠はない。95は違反ですわ。95は歩行モードはいい、ね、歩行モードではいいけど、うん、通常走行モードだと違反です。
もちろんアクセルを自分で、ね、20キロにすればいいんだけど、おそらくそれでもね最高速違反なはずなんだよね。まあ本当はね、どんな車もどんなバイクも速度を守れっていう話なんだけどね。まあでもこれだとね、モーターが壊れる可能性もあるから、350キロワットだから、まあ多分大丈夫だと思うんだけどね。75で行く。さあ最高速どうなる？フルスロットルですよ。18。あ、今今ちょっとかかりましたね。21キロ。隠してない。21キロ、これでいいね。オッケーだね。多分21キロだったら誤差範囲だから、まあね。ただもうメーターはもう狂いまくり、本当。ここのメーターはもうね、備え付きのメーターは何も意味なさない。歩行者モード、はい、これで歩行者モード何キロ出るって言ったら遅いんだよな。歩行者モード遅いね。4キロしか出ないんだよ。いや、6キロ出た今。あ、今下りだったからね。下りだから6キロ出たんだよ。4キロ、ね、これね、これが下りね。まあ64よりはマシかなぐらい、うん、今80か。あ、ちょっと遅いな、やっぱ今80でやってるのか。まあやっぱね、最高速に関してはね、うん、歩行モードの方が大事なんだよね、うん、いや、そんなことない。6キロ絶対ね、行っちゃいけないっていうルールがあるから、うん、そうね。でも下り坂どうすんだって話なんだけど、うんうん、まあアクセル全開で6キロ以上出ちゃダメだっていうのが基本だからね、うん、そうね。うん、これはさすがに遅いんだやっぱね。下り坂に関しては言うなよ。やっぱね、7、やっぱ95だな。あ、95に戻す。95にして自制する、うん、っていうかね、今ね、6を、今ね、6を、お、6? 1、2、3、4、5、プログラム6ね、6を、うん、これをマックスにしたらどうなんだろう。6、はい、500にしてみようか。6ね、7、今まで7いじったけど、6をいじって1にすると、はい、500のここモード。もう全く進まない。ここモードこれか。ほら、これもしかしてね、うん、6はトルクじゃないのこれ。トルク？全く進まないもん。トルクなんか電気にあるの？これ多分ね、1ほら1キロしか出てない。いや、よく1キロで下行く走ってるな。1キロ、2キロ。トルクマックスじゃなかったっけ？1キロですよ。いやいや、よく走ってるな。で、スピードメーターもおかしくなってるね。うん、6キロとか出ちゃってる。うん、だから多分ね、スピードメーターは実装のスピードじゃなくて、モーターの回転数とかで表してるんだよ、うん、電流とかなんかそんなんで表してるから、こっちのスピードメーター全然正確にならないんだね、うん、だから本当こっちの GPS で測った方がいいよ。あ、そう。じゃあちなみに今500にしたやつを6番ね、うん、6番を一番最初にしてみようか。最初はね、25にするよ。0じゃなくて25ね。今1ね、はい、はい、点滅してるね、はい。反則反則級のスピードがあります。出だしで分かるんだね。言うとね、6と7一緒なんじゃないかな。ほら、反則級のスピード出た。やばい、一瞬ね、一瞬だけだ、ね、これダメですね、違反ですね。だから6と7が出力関係なんだ、うん、そうだね。だからスピードメーターではないんだね、うん、お、最終セッティングは6が90の7が64になります。で、速度の調整分かりました。お、これね、ここを押して、プログラムをして、プログラムにして、うん、プログラムしたら、うん、P の1の8、初期値100、え、 P の1の8、うん、いや P0 ね、はい、P の1の8ですね、はい、8の今出てるんだけど、うん、125がちょうどいいですね。あ、そう。下行くの今の設定だったらね、100が初期値だからね。普通だったら100なんで、ここ、うん、100がデフォルト、うん、125で今の下行くの設定である。あ、なるほど。で、速度ね、20キロ以上は表示されないですね、うん、表示はさせないの。もともとなのか知らんけど、20キロ以上表示されなかったですね。もしかしたら設定で GPS で測るとちゃんと20キロ以上出てるっていけないやつね、うん、うん、はい、という感じでした。はい、はい、ということでやってきましたけど、うん、歩行モードはちょっと安定するかな。ただし、うん、20キロモードでね、1キロぐらいオーバーするから、皆さんそこ、そう、ね、アクセル気をつけてくださいね、うん、自己責任ですよ。とにかくね、この SS1 はね、下手したら違反車両になるかもしれないから ね、皆さん気をつけてくださいね。自己責任だよ。いや、自制心だよ、はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ステイ君でした。じゃあねー。じゃあねー。